まあ -1A ピラニアンはブラジルによって空軍と海軍のために最初に開発された短射定石外線ホーミングソラー対空ミサイルである。ブラジルで運用中だった AIM-9 サイドワインダーミサイルを置き換える目的で設計されコロンビア、インドネシア、パキスタンへ輸出された。ブラジル空軍の AIM-9B サイドワインダーミサイルを置き換える目的の ソラ対空ミサイルの開発は1978年3月にインスティートートでエリノーティカイエスパソで開始された。1978年以降、AIM-9G の能力に似た兵器が確認された。計画は1981年まで続いた。計画は1982年にフォークランド紛争後にピラニアンと重複したので終了した。 ブラジルの企業である DF バスカンセローズ SA は、この契約により、赤外線追尾装置の開発過程を通じて、高額と誘導兵器の経験を得ることができた。しかしながら1980年代半ばに、同社は倒産して1986年に、ピラニアイ計画は破棄された。ピラニアンは1992年9月までに、いくつかの作戦能力を獲得した。 1993年に初期作戦能力を獲得した。まあ -1 計画には1970年代の開始以降、多くのブラジルの企業が参画していたが、1990年代にはまあ -1 ミサイル兵器システムを開発したメキトロンが最終的に担当した。2005年、 高速で牽引された赤外線標的による航空機を模擬するため南アフリカのスキュア高速標的機がマー -1A の最終試験で使用された。マー -1 ピラニアンは標的のエンジンの放射する赤外線を追尾する赤外線自動誘導装置を備えた超音速短射低空対空ミサイルである。南アフリカのケントロンから供給される赤外線センサーは 赤外線妨害を判別するために波長を使用する。高機動性を備え 50G での旋回が可能。ピラニアンは、ファイアーフォーゲットミサイルで一度発射したら、標的に命中するまで発射した機体から追尾を続ける必要がない。レーザー進化は高性能作薬に即応性を有する。ラファエル社のパイソン三空対空ミサイルに告示しており、空気力学的使用は、 ほぼ等しい。1990年代にメキトロンはバーナムミサイルを AT-26 ゼバンと海 -5 とミラージュ3航空機で試射した。ミサイルは1992年9月にブラジル空軍の海 -5E での運用のために承認された。ミサイルの生産は1993年から開始されたがとされる。 ピラニアイ空対空ミサイルは同様にブラジルの AMX 戦術攻撃機にも搭載され、ブラジル空軍、陸軍、海軍の近い将来の他の多くの航空機にも搭載可能である。製造会社の技術的な使用への助言でミサイルは 50G の起動が可能。ロケットモーターの燃焼時間は2.1秒で、最大水力は27000ニュートンで、 ピラニアンミサイルはマッハにまで加速可能である。ロケットモーターは無塩推進剤を使用する。理論的な射程距離は 80km である。運用時間は40秒である。誘導は空気圧アクチュエータとーダ用のカナードを備えた比例制御による。回転制御と安定化はローレロンによる安定化である。ピラニアンは第一段階での設計の数値項目は AIM-9B を上回った。計画の第2段階での目標は、AIM-9E を上回った。MA-1、まあの運用国 MA-1、まあ、A ピラニアンは運用中であるものの MA-1、まあ、B ピラニアンは、第4世代の空対空ミサイルは、メキトロンとエアバスディフェンススペースとの合同事業である。計画は開発の最終段階で、 認証段階で40回以上の誘導飛行が2012年4月以降に完了した。量産は2013年から開始が予定される。新型のミサイルは、ブラジル空軍の海 -5M、AMX-A-1M とスーパートゥッカーノが装備する予定。ミサイルは二色赤外線探知機を備え、70度の小準角と毎秒40度の追尾レート、 旧機種よりも50%射程が長く、同様に従来の機種よりも空気力学制御が変更されたことにより、機動性が向上した。MAR-1B は航空機のレーダーや HMD ヘルメットからも照準を合わせることが可能。メキトロン、シ t ティ、イアエ、アビブラスは新型の空対空ミサイルである MAR-1B をロット2007の期間中に発表した。 ミサイルは、胴体の主構造体、弾頭、近接新艦、着発新艦を、まあ -1A から流用しており残りは、完全に新規に開発される。新しい二色殺造素子は80%、国産化され、対望外性が大幅にに向上して、オフボアサイト能力を備え、バイソン4に匹敵する。ブラジル・パキスタン、ありがとうございます。